こっちの方がちょっと駐車場安そうだね。どっちにしろそうか、大鳥からスタートすると乗って降りてのあのあれが途中下車が増えますもんね。であればこっちの方がいいかもしれない。これ何回？これ何回転車っぽいね。どっかで右の方に曲がってった方がいいみたいなんだけど、この通りで曲がっちゃっていいのかな。違うね、明るさも違うね。本道本部でっけ。でも羽衣って出ましたね。あ、オープンはあるし。100円。案外、こっちも高かった。高石製図。警察署があって、大桑があって、駅前はどっちなんだい？まあ、どこがいいかな。浜寺公園駐車場。もう一気踏切があって。ここは羽衣駅。それ？まあ、これ止めてもよかったか。めっちゃ逸れてるわ。全然ダメだった。ああ。やっぱさっきの何回の駅がちらっと見えたんですけど、もう別の駅でしたね。浜寺駅かな。ミスミス高いところに止めた挙句にめちゃくちゃ遠いところに止めるあのところでしたね。危ないよ。ダメだ、地図をチェックする時間がないから当てつっぽで行くしかねえ。どっかに止めるわけにいきませんからね。どういうこと？もう一点。
そんなにいろいろ走ってたっけ？え、なんかいたよね。それこっちでいいみたいに、浜寺公園で、そっか、阪海電車か。もう走ってんだ。南に進みます。早くろ、南台で、まあこっちで合ってるでしょ。よし、ちょっと Google のナビの方がすぐ立ち上がったね。すぐ綺麗にしまいちゃう。 1.5 キロは外しとったかい。で、間違っとるやんけ。なんか絶妙なタイミングでクロッシングしそうだな。これは阪海電車の駅なんか。へえ。あ、これが終点の浜寺駅か。へえ。あ、こんな感じなんだ。あ、そうだ、浜寺公園駅。今までだね。そっかそっか。右折？え、左折やんな。うん、わあ、これ自転車と絶妙なタイミングで。絶妙なタイミングで来るな、これ。絶妙なタイミングすぎるやろ。ダメだ、もう自転車全員行ってもらってからでないと。今日はね。よし。来ねえよな。来ない。およそ200メートル先、目的地。ああ、見えてきた。あ、こっちの方がなんか昔ながらの商店街な感じありますね。あ、で、高架駅なんだ。目的地に到着しました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。駐車場は、最大1000円。おぉ。探りたいところやけど、後ろから車はバンバンが来てるんで。次、ゲーム駐車場。なんか変な音だし。駅前に行った方が良さそうね、これ。そこになんかあるけど。時間かしこやべ、ここに住む？待ちかん。狭いね。
というかな、タイムスなんだ。時間貸し遊ばないっすね。へえ。もう24時間50分やったら一気に休みだったの。まあ、ちょっと離れてますもんね。よし、じゃあここからは査定モード、電車モードで行きましょう。